本田。さあ柴原さん、暑い夏がやってきました。はい、今志摩スペイン村ではサマーフェスタを開催中です。この夏おすすめのイベントやグルメを紹介します。この夏も楽しみにしていました。では早速行ってみましょう。はい、行きましょう。柴原さん、はい、あちら、はい、ピカチュウですよね。そうなんです。今志摩スペイン村でポケモンスペシャルイベントを開催中で、こうやってポケモンたちがいろんなところに登場してるんです。かわいい。かわいいですね。先月末から始まったのはポケットモンスタースカーレットバイオレットポケモン課外授業 in 志摩スペイン村。任天堂スイッチのソフトポケットモンスタースカーレットバイオレットに登場する街テーブルシティのバトルコートがマヨール広場に再現され、白壁のサンタクルス通りや古城ハビール城博物館など園内各所にピカチュウやニャオハたち80種以上のポケモンが出没するんです。嬉しいですね。一緒に写真を撮れてこれはなかなかない経験で、そうですね、パーク中いろんなところを探していただいていろんなお写真撮っていただきたいです。全部探し出したいですね。はい、では一緒にラリーイベントはいかがですか。周遊型ラリーイベントこれくれ探しはこれくれ探しブックに書かれた謎を解きながら宝探しポケモンこれくれを探してキーワードを集める謎解きラリーです。すべてのこれくれを探し出し最後の謎を解いた方にはオリジナルポーチをプレゼントします。ね、ちょっと難易度高いので。あ、本当ですか。はい、柴原さん、そしてポケモンのグルメもあるんですね。そうなんです。こちらポケモンのドリンクです。かわいいですよね、色とりどりで。はい、久村さん、どれがいいですか。どれも悩ましい。ちょっとずつじゃ教えてもらえますか。はい、こちらがモゲータのキノコイチゴラッシーです。でこちらがクワッスの水鉄砲ラムネソーダです。見た目がもう水綺麗ですよね。はい、でこちらがニャオハのコノハ抹茶ミルクです。抹茶なんですね。はい、上に乗っているマカロンも可愛いですね。はい、そうですね。じゃあ早速、はい、ちょっと気になるニャオハ。お、結構クリームもたっぷり乗ってますよ。可愛い。もうカップも可愛いですよね。お、あ、抹茶のいい香りがわーってきましたね。あとクリームも相まって、はい、なんだろう、その甘さが優しく口の中で溶け合う感じで美味しいしさっぱりしていて夏にいいですね。そうですね。これからもっと暑くなってくるのでこういう冷たいドリンクで体冷やしていただいてたくさん遊んでいただければと思います。美味しいです。おすすめです。オリジナルメニューをご注文いただくと特製ステッカーをプレゼントしますので家族、お友達、みんなでお楽しみください。そして柴原さん、サマーフィエスタ志摩スペイン村の夏ならではのイベントもありますよね。はい、こちらのジャブジャブラグーンです。こちら小さなお子様にも人気の水遊び場でとても水がたくさん出てくるのでとてもひんやりできます。暑い夏にぴったりですね。はい、ウォーターキャノンやひまわりミストなど写真映えもバッチリです。あー、ちょっとこれめちゃくちゃ寒い。ほんと寒いですね。ここ氷の城マイナス20度の世界でひんやりしていただけます。ひんやりのレベルじゃないですけどもうかなりクールダウンはできますね。はい、この中でこういったドンキーやダルちゃんも一緒にいるので写真撮ってみてください。そうですね、ちょっと出ましょうか。あ、でもひんやり、わあ、でも綺麗ですね。はい、口が動かなくなってきちゃった。こちらに氷のベッドもあるのでこれは挑戦できる方は寝転がってもらってきます。ちょっと今日無理かも。いやー、これでも暑いね、夏の日だったらすごい気持ちいいですよね。はい、そうですね。マイナス20度の氷の世界でドンキーたちがお出迎えする氷の城、氷の回廊、氷のベッド、普段味わうことのない氷点下の世界をお楽しみください。
やっぱり旅の思い出としてお土産も気になります。はい、キャラクターカチューシャやクールタオル、そしてこちらの LED ペンライトもございます。今月7月27日から8月25日までの夏のナイター営業、新しいナイトパレードエスパーニャカーニバルブエンディアヘではダンサーと一緒にペンライトを振ってより一体感を感じてもらえると思います。今年は延長、9月23日までサマーフィエスタは開催されるんですよね。はい、そうなんです。夏の島スペイン村、ご家族皆さんでお楽しみください。それではブエンディアヘ。